ちょっと裏でパン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 っていうのは何なの？あ、なんかけん玉してます。お前セックスしてんの？してしてないっすよ。なんかけん玉してます。俺プレイに使って利用してる。そういうのじゃないの？そんなわけないっす。何？バラ人形だと思われた？ピンクマンが面白くないからどうしたらいいですかっていうのを聞こうって言ってるけど、多分無理だと思う。あ、まず分かってんじゃん。もう初めてお前と意見があったんだけど、どうした？無理じゃないですか。やっぱおなつもちょっと無理だと思う、あれは。無理か。いけるルートあります？いやー、ないと思う。今のところルートがないよな。ダメか。ないんだ。ダメか。でなんかどうしたいとかないの？これピンクマンがこうこのまま行くっていうのも、ね、そのトラボ的には別にこのままでいいって感じなんだ。いやでもちょっとどうにかしたいですね。あ、やっぱりさすがにちょっとあるのね。そうっすね。どうしていこう。なんかやっぱキャラ付けとかした方がいいですかね。なんかあー、もうついてんじゃん。でもキャラじゃんあいつ。あ、そっか。もうキャラ付けはついてんじゃん。もう終了してんじゃん。違う。あ、まだキャラ付けしたい。なんかピンクマンをしてなんかどういう風に、ピンクマンするだけになってるじゃないですか。ピンクマンするだけになってる今、うん、はい。なんかそのしてなんかできたらって思いますよね。ああ、何やろう。なんか毒吐くとかはピンクマンの時だけ。あ、考えてるね。いやでもそれ俺ね、毒吐くのむずいっすよね。そのなんかでも毒はあるじゃん。もういや、あれ見てる俺らはもう結構毒されてるけど。そういうことじゃなくて。どんなにっすか。いやいや、そんなことないよ。そんなことない。面白いんだけど、めちゃくちゃ。よりよくするために。でも全然面白そうじゃないでしょうね、黒人さん。ピンクマン見てるとき。え、俺めちゃくちゃ笑ってるじゃん。いやいや、真顔になっちゃってる。動画見てますよ、いつも。え、本当に？いやいや、確かに。あれおかしいな。あ、勘違いかな。それ勘違いじゃない？ああ、勘違いかもしれない。違うやつ見ちゃったのかな。俺いつも大爆笑してる気がするけどね。ああ、なるほどね。うん。なるほど、じゃあ勘違いなのかもしれないな。ここまでおもろいかと思ってたけどね。でもやっぱちょっと、頑張ってるところは見てるじゃないですか、彼氏がね、うん、はいはいはい。なんでちょっと本当に正直に言わせてもらいますと、うん、売れてほしい。ああ、はい、これにつきますね。それどう売れるってこと？ちょっと面白くないんですよ、あんまり。おい、どう売れたいのそれは。ええ、なんか一応格ゲーマーとしてってこと？まあ正直私は何でもいいんですけど、うん、別に格ゲーマーやめてもらっても全然、好きなことやってもらえればいいと思うんですけど。あ、確かに成功してほしい。ああ、なんかでも彼がまあ望んでるような形には、ね、なっていただきたいんですよね、未来の。おなつ、いいやつだなお前。なんで彼はちょっともうちょっとこう頑張りたいって思ってる声で、うん、やっぱ売れてほしいなって思うんです、ね、でトラバーどうなりたいんですか？僕はもう格ゲー一番強くなりたいですね。ああ、なるほど。はい。今、何やってるんですか？危ないね。いや、黒人さん、今、おだつ多分夢見てるかもしれない。あれ？待って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 、ちょっとびっくりして。起こしました、今起こした。いやでも、いやでも起こしたよね、黒人さん。起こしたでしょ。いや、これもまあ、強くなることに必要なことなんで。あ、必要なんだ。あ、必要な、はい。それはじゃあまあ別に必要なんだったら、はい、そこは信用して、はい、うん、でじゃあ格ゲーだ。まあどうだろうね。その逆に顔だとあんま育たんっていうしね。下げまんって顔じゃん。いやでも結構うん、怒っちゃうんですよ。叱ってしまうんですよ。どう叱るの？怒られるの？怒られるの？そんなうじうじしてたらどうにかなるのみたいな。言ってしまうで結構、うん、寝込んじゃいます。寝込むの？はい。寝込むっけ？寝込んじゃいます。もうちょっと寝るわって言って寝込むか、階級座りで、それ最近はないっていう。最近はないって。のがあったりとか、あ、まああとは
まあ、バイトからおなつが帰宅した時に、うん、家がクッキーだらけになってて、うん、その話する？なんかすごくすごかったですね。本当になんかクッキーだらけ、クッキーのかけらがすごい家中に撒き散らかされてる。でも袋ってバーって投げたってこと？なんかちょっとクッキーに八つ当たりしちゃったみたいで、はい、クッキーがすごい散らばってたんですよ。でその中で、うん、いや寝てたんですよカレー、はい、はい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 。なんでまあ掃除させていただきました自分。あ、おなつを掃除したんだ。はい。なんかそれいつだったの？それトラボいつだった？どういう時？どう分かる？自分がどういう時だった時？いやなんかいろいろ重なったってのは覚えてます。えもうピンクマンで全く評価が出ないとかそういうこと？まあそうそういうことです、そういうこと。え本当にその時ピンクマンで滑った時に空気なんか違う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 。なんか黒人さんのせいの可能性だからね。トラボにクッキー巻き散らかして私が全員で掃除したみたいになってるの。違う違う違う、おかしいな。はね、すげえつまんないから俺が真顔になってたら全然やっぱ真顔になってたんじゃないですか。やっぱ爆笑してたのか。いや心の中では爆笑してるよ。心の中では心の中では爆笑してるんだけど、まあ、正直ごめん言うわ、真顔だわ毎回。ピクリと俺の心が微動だに動かないあれは。ですよね。いやそれはいいんだけど、でそれでよくないんですよね本来は。あよくない。本来動いてほしいんだよ。はい。でねそれで受けないっつって黒人さん受けないって言ってクッキー負け散らした。いや違うっす、違います。いろいろ違います。いろいろあって、そう格ゲーでちょっと動き調子悪かったりとかも。ああ調子悪かったりとか、ね。本当いろ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 重なって、でなんかまあ。な思ったより弾けちゃったんで、でなんかもう、ね、そうでなんかあの片付けるのが、うん、面倒くて、とりあえず、ね、ちょっと寝てから考えようと思ったんですよ。ああそしたらその間で帰ってきたね。そうそう、そしたら帰ってきた感じ、はい、かわいいなトラボお前。マジっすか、これかわいいんだ、わかんないですけど。いやそういう時もあるからな若い時は。若いから。あでもおなつはちゃんとそれを片付けてあげたんだな。いやだってそんな、ね、寝てるんですよクッキーが散乱してる真ん中で。怖くないですか普通にそんな人。やばいんだけど、でも多分ね難しいな。ね揚げまん下げまんは仕事をする力をなんとする意欲を減らしちゃうんだよね。うーん仕事とか頑張る意欲を、うん、で揚げまんはそれを上げてくれる、こいつのために頑張ろうと思わせるやつなんだけど、うんうんうん、だからまあたまにはそうやって掃除するのもいいけど、あ結構そのちゃんと叱るっていうかほっとくのがいいのでね。あいなくなるよ私頑張んないとっていうビビらせ。えじゃあビビらせ方教えてもらおうかな。他に男つけるよ、他に男つけるよ。ああやっぱそれっすか。そうやっぱ、すげえ簡単な話だった。やべえ私俺頑張んないと女が他行く、こんないい女がって思わるんだったらそういうのそいつのために相当頑張ると思うよ。あでそれで振られちゃってしゃあないよ。そうだとトラボが頑張ってなかった他の男に取られるのは。恋愛なんてさあの勝ち抜き戦だから。まあそれはそうですね。そう付き合ってるたって何の保証もないんだから。じゃあ付き合ってたら頑張んないのって言ったらねダメじゃん。他にいい男が全然いるだろうから。そうよ。でもそれはでもいつも常に思ってます。あ思ってる。でそれなんだ。でそれ怖い最近は別にちょっとビビっちゃうかもしれないし自分。最近はすんですね。ビビっちゃったかも。最近は そんなある。なんか格言はいけそうなの分からんけど、俺全然お前の格言見てないからさ分かんないんだけどさ。まあまあでも分かんないですねやっぱ。大丈夫かそんなんで見た目甘くないかそれは。なんだかんだで前進はしてるように見えるけどって言ってくれてるリスナーさんも。優しい。好き。まあ、動きとかはすごい良くなってるんですね。はあ、ははあ。成績とかもまあ、うん、なんか早い段階でプール落ちとかはあんまりなくなってきてはいるんですけど、うん、まあやっぱむずいですね。でもどんな感じなのその自分の中で。川野と樋口がさパンパンって来たわけじゃん。そうですね。ね、ナウマンとか、まあ、他に水波とかも強いわけじゃん。どう思うお前その中で。同じぐらいあの年だろ、若手頑張っとるなみたいな。まあ負けてられないっていう気持ちはあります。あそうなのね。じゃあまあいいんじゃないですか、その気持ちがあるんだったら。いいじゃないですか。いやいやそう いいよ。ああいやじゃなくてあいつらすごいなって言ってたらもうやめた方がいいかなと俺は思ったけど。ああ
いや、負けてられないなって思ってんだったら全然いいんじゃない？それがなくなったらもう終わりだと思うから、俺は。ああ、そうですね。うん。おなつさん、いいじゃん。頑張りそうだよ、この人。ええー。いつか行くかもしれないですよ。じゃあ泣くほどいいっすか。いや、絶対嫌だ。二度と会わねえっつってんだろ。いやいや、おかしいでしょ。遠隔ならいいよ。あの、ズームで。ズームで。あ、いいよ。ズームで画面なしだったらいいよ。うん。画面なし？画面なしだったら、あ、まあ、ひどくないね。今と変わらない。これはやったなって思われてるんだな。いや、全然やってない。俺、おなつ好きよ。全然大丈夫よ。でも絶対会ってくれないんですよ。いや、あ、恐れ多い。気になっちゃうからだもん。そう。なるほど、やだもん。濃くってば。オッケー、じゃあお疲れ、寝るわ。じゃあな。待って、朝です。朝ですよ。すげえ眠たいなと思って。朝ですよ。4時じゃん。はい、朝ですよ。眠てえなと思って。おはようございます。